これ誰の注射なのこれ。ラシックス。誰や。あ、コネンね。コネンはリンゲルだ。230です。ここここで行きます。あ、そうか、トニーちゃん怒るんだな、そういや。うん、ビデオ回ってる？ビデオ止まる？いや、いい、動いてればいいけど、そのままそのままでいいよ。はい、トニーちゃんごめんね、これしながら展示しよう。からさ、寺島くん、反対向き。もう3時になったらさ、はい、コネと復帰やらなきゃ、はい、だから3時にやれるように準備しよう。あ、わかりました。じゃないとまた時間がなくなっちゃう。ミオちゃんはやってない。ミオちゃんはやるけど、コネと、コネとコネとクッキーですか。コネとクッキーの部分を、はい、3時に始めれるように準備してくださいね。3時から準備してたら始まるのがだってだいぶ遅くなっちゃうからさ。はい、230。針と皮膚持って、でここ見ながら調節して、あ、はい、もうちょっと持ち方変えるだけで入るでしょ。でこれラシックスの 0.24、まあ、1ステップ実際に。あの午前中っていうか、あの昼のやつがまだ4本残ってます。誰が。じゃあやらないと。なんでやんないと。それをじゃあ終わらせないと。コネは終わってんの。コネちゃんは終わってんの。じゃあコネちゃんが終わったらさ、クッキーやって準備しといて。だからコネちゃんの治療が終わったらクッキーちゃんの栄養補助やれるようにしといてくださいね。5分休憩したらもうやっていいんだからね。はい、寺島君、5分休憩したらまたやっていいんだからね。あ、わかりました。残しとかないんで。はい、でも詰まってっちゃうやつ。クイック使って急速に。まあ、ダメだ。長田さん、あのミオちゃんの流動車の準備してできたじゃん。あ、もうあります、ね、ずっと前から。はい。寺島さん。はい。うん、給油するよ、みよちゃん。みよちゃん。あ、そっか、みよちゃんズームこっちでやるとあれか、外さなあかんのか。うん。
はい、ごめんにも切れないのやるよ。怒らんの、こんな。切れないのやるよ。朝ごはんは食べ？食べてない。でも昨日夜、休憩した後これ撮ったんだよな。これ見たもん。足が動いちゃっていけないからこれだな。どうしても痛いんだ。こうやって持ってください。はい。で、これをちょっと尻に当てられるかもしれない。さあ、この子って230入った？もう少し。もう少しじゃないよ、通り過ぎてるよ。230、今は280。見ててね。見てなきゃダメだ、点滴の入ったから、ね。でましてやラインに引いたじゃん、俺。はい、ちゃんと持ってて。マッサージしない。あ、マッサージしない。筋肉注射だったらマッサージしていいけど、皮下注射って言ってこういうところはマッサージしちゃダメです。よし、1分。で、そしたらフラッシュしてつなげましょう。はい、じゃあ普通にして。サウンドブラッシング、ここないか。はい、ブラッシングと。先生、踏んでる。ちゃんと強く。あともうこれ外して顔周りもブラッシングして、はい、you
ここは後でちょっとあの審査隊の裏、これの待ってドラム吹いてね。はい。一回押してくれ。すいません、います？これ洗ってんだ。はい。洗ってこっちも吹いて。頑張ったね。